で、あ、これすごく売れてるですね。中学校3年間の英単語が1ヶ月で1000語覚えられるコンテンツですね。これすごく同じ日に4冊単語帳出てるんですね。恐ろしや。そしてそうです、ポラリスですね。はい、出てきました。英文法1、もう2017年の7月だったんですね。もうこれだけで何冊ですか。紹介したやつだけでもとんでもない数。ハローでは始まりました、ぼっちゃチャンネルです。今回はですね、タイトルにある通り、関先生の参考書でルートを作ってみようということで、まあこの間ね、関先生の事務所にですね、行ってきたんですけども、そうですね、この写真にある通り、すごいたくさん参考書があるじゃないですか。これもう関先生のだけで大学受験その合格までのルートって作れんだろうって思ってね、まあ武田塾の方でもね、なんか関先生のやつなんでルートに入ってないのみたいなのでね、関先生の参考書だけでルートが成立するからだっていうふうに、ね、言ってたと思うんですが、まあ中森先生に実際会った時にもそうやって言ってたんですが、なんで関先生の参考書だけでルートを作りたいというね、のをやりたいんですが、まあそれは皆さんにかかっているというか、皆さんぜひですね、その情報をください。こうだったらこう行くべきだとかね、ぜひ何かしら作っていただいたらいいんじゃないかと思います。コメント欄でいただいてもいいですし、何かしらやっていただけたらと思います。まあなんかね、自分のサイトで作るところでもいいですから、そしたら紹介いたしますので、このチャンネルで。で、行った時もね、作業してましたけどね、新しい本の。まず最初ですね、一番新しいのは2020年6月19日に出てた本、世界一わかりやすい英語の勉強法。はい、世界一わかりやすいシリーズですね。新しくなっていっぱい出ていますよね。で、次が、あ、気持ちを伝える家庭法っていうのも出てるんですね。知らなかった。で、あ、これすごく売れてるですね。中学校3年間の英単語が1ヶ月で1000語覚えられる本ってやつですね。これすごくヒットしてますよね、今ね。だからこれ中学の学び直しとかっていうのにいいんじゃないですか。で、次が世界一わかりやすいトイックテストの英文法。そうですね、トイック版もありますからね、いろいろね。そこがちょうどね、この間もらって、結構これ台湾で出版されてる関先生の本ですけど、これ単語のやつですね。世界一わかりやすいトイックテストの英単語でしょうね。チエンタン、簡単って書いてありますからね。多益って書くんですけど、中国のメインランドの方とは違うんですね。文法版も出てて、この間もらってきました。で、ファイナル時事英語。そうですね、これね、これはね、本当によく出るトピックが載ってて、ね、今年の入試でね、どの程度的中したかっていう情報も出てくるって言ってました。今調べてるって言ってましたんで、出てくるはずですので、お楽しみにしてください。いろんなとこに出ましたよ。で、あ、そうですね、ポラリスのファイナルね、はいはいはい、ファイナル演習ね、 1,2,3 と出ましたよね。ファイナルまで出るんだと思って。あ、で、そう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 、スペクトルの看護医療系のやつね。看護医療系の参考書がほとんどないからっていうのね、受ける人たちのためにっていうので作られた参考書ですね。まあ、このルートに入るのため、看護医療系ってもうこれです。あ、極めろリーディングね。はいはいはい。イクフンの問題数がすごいやつですね。私はトフル書いてますね、このシリーズ。で、次が世界一わかりやすい英検2級に合格する本。はいはいはい。そうですね、英検の角川のやつでね、僕も角川の出ますけど、もうすぐ。で、大学入学共通テスト。あ、そうですね、共通テスト本もありますね。そうですね、これからね。テストの参考書今増えてますもんね。で、次が世界一わかりやすい英検11級に合格する過去問ですね。こっちは先ほどの対策本に対して、こっちは過去問集っていう風になりますね。で、この過去問集は英検準1、2級準2っていう風に出てて、ね、そう、英検のやつってなんか3年分問題として5年分残っててもいいんだったかな。5年間本として出版で残っててもいいんですよね、確かね。で、それ以降過ぎちゃうと問題使えなくて改訂しなきゃいけないって言ってて、だからその改訂が大変っていう話をしてました。僕も英検出るやつ改訂しなきゃいけなくなっちゃうね、時間経ったら。で、次は世界一わかりやすい英作文の授業。そうですね、世界一わかりやすいシリーズ、英作文とかね、他のも出てます。で、英文法キャラ図鑑。そう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 ね、核心のイメージがわかるっていうんですね。このシリーズもね、ありますね。動詞と前置詞があったと思いますね。で、トイックテスト鉄板英単語。あー、そうね、スタディサプリイングリッシュのやつですね。で、世界一わかりやすい英単語の授業改訂版ですね。で、世界一わかりやすいトイックテストの総合模試2ですね。これ私の写真が使われている、僕が撮った写真が。で、出来上がったものは関先生からもらいましたね。で、次は中学英語の先取りが7日間でできる本ということで。あ、ということは小学生向けってことですよね。へえ、すごいな。こういう本もあるわけですね。これが一番最初になるのかな、ルートにしたら。あ、そしてそうですね、ストックですよ。やっぱこれ、新たなね、英単語帳として出てきましたよね。2018年12月だったんですね。ストック4500とストック3000が出てますよね。これを使ってる人もね、多いと思いますが。で、世界中はカレーして、英検2級の英単語っていうのが同じ日だ。同じ日に出てる。英検準2のも出てるから、同じ日に4冊単語帳出てるんですね。恐ろしや。すごい。で、世界一わかりやすい英語の発音の授業。ああ、サバイバル英会話。はい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 。で、あ、そう、英語長文スペ
ペクトルのね基礎編ですね。岡崎先生と書いてる、ね、理系の科学とか専門だったね。まあ、今度岡崎先生もこのチャンネル出てくれるってことになってます。で、ポラリスの英語品質問題の方ですね。はいはいはい。これも1、2って出てて。で、あ、さっき言った動詞キャラ図鑑ですね。で、関先生の代名詞、世界一わかりやすい英文法の授業。そうですね。これね。これで一気にボーンとね、火がつきましたよね。それの改訂版。で、トイックの模試の600点バージョン。で、世界一わかりやすい中学単語、難関高校対策編ですからね。中学生向けだけど難しめって感じですね。そして、で、世界一わかりやすい英検12級に合格するのと3級に合格するやつ。そう、先ほどあった2級のやつ、順に3級の方は結構前に出てますね。で、そうイメージがわかる全知識キャラ図鑑ですね。そう。で、子供の英語力は家で伸ばす。ああ、知らない、この本は。本物の英語は身につく最強の家庭学習法。あ、スペクトル。はい。これは読みましたね、僕は。そして、そうです。ポラリスですね。はい。出てきました。英文法1。もう2017年の7月だったんですね。1、2、3と出たやつですね。結構、おーってなりましたけど、ね、おー、関先生がこういうもの出したっていうので。で、サバイバル英文読解。あー、はいはいはい。これもね、すぐ買って全部読みましたね。面白かったです、すごく。で、受験勉強をしなければいけない本当の理由ですね。ああ、スタサップのね、外地先生と書いてる本ですね。で、やり直し中学英語。あ、はいはいはい、やり直し中学英語ということで、これでね、ルートのね、まだ高校英語に行けない人、みたいな人にこう、入るとこですかね。そして、あ、プラチナルールのリスニング。そうですね、プラチナルールシリーズが2016年の12月なんだ、もう。この、あ、リスニングは、時田先生にもらいましたね、僕ね。そう、教長の。で、長文と英作文。全部持ってますよ。発音アクセント。これ斉藤先生教授で。これも斉藤先生にもらってはいないか。でも持ってます。とにかく4冊とも全部。で、英語長文ポラリス。はい、そうですね。もう2016年8月だったんですね。大学入試世界一分かりやすい英語の勉強法。あ、トイックのシリーズですね。パート7とか1から4、5、6っていうので出ましたよね。で、東大英語の革新。で、あ、ここで世界一分かりやすい中学英単語。っていうのが出てきますね。難関大編ではないやつですね。あ、ガンダム、はいはいはい、ありましたね。2015年か、もうこれ出た時もおわーって思った。で、サバイバル英文法、はいはいはい、サバイバル英文法読解で英会話だったんですね。で、ティープ、あ、そうですね、ティープの問題集。で、世界一わかりやすいトイックテストのネタは、あ、これでしょうね、これ。で、丸暗記不要の英文法、あ、これも持ってるわ。目から鱗の英文法は知らないな。英語を暗記しないでものにする方法。DVD 付きなんだ。へえ。で、世界一わかりやすい英文法語法の特別講義とか、英文解釈とか、英文読解の特別講義とかありましたね。で、英語の勉強。はい。早稲田の、ね、慶応の英語とかありましたね。これの古いから絶版にすればいいのにって言ってたやつですね。関先生が。で、世界一わかりやすいシリーズがいっぱいあって、あ、一番最初がね、そう、トイックテスト。の基本英文法っていうのね、一生懸命書いたのにトイック2006年改訂だったから書き直さなきゃいけなかったっていう、すごい大変なやつです。もうこれだけで何冊ですか。紹介したやつだけでもとんでもない数になりますよね。そう、これだけあるんで、ちょっとね、皆さんにね、ルート的なものをね、作っていただければなと思いますね。そうだから、まあ、これ見る限りではこう中学英語から入って、こう大学入試、まあ、共通テストとかのこの基本から、そして難関の方ですね。で、まあ、看護医療もありましたね。看護医療、理系もついてましたね。で、英検、トイックがあったと思うんで、その辺のこのね、ルートをうまく皆様作っていただけたらと思うので、はい、まあ、コメント欄で書いていただいてもいいし、何かのファイルにしてどこかに上げていただいてもいいと思うので、なんかいいものがね、あったら紹介したいと思いますので、ぜひ協力していただければいいんじゃないかなと思います。この動画内に出てきたね、写真、この喋りながら、こういうのね、デスクトップにこう、その写真を載っけてったんですけど、もうデスクトップが関先生の参考書の写真で埋まっちゃいました。すごい、いいことになっちゃいましたが、はい、という形でぜひ協力いただけたらなと思います。関先生もね、おお、それ面白いですねとか、いいですね、ぜひぜひみたいに言ってくれたんでね、竹田塾で採用されなくてもうちのチャンネルでね、こう関先生ルートみたいなので、ね、はい、紹介できればいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。